はあ、いい。今回のミーティングは長かったな。それにしてもうちの校長には困ったもんだね。麻雀の勝敗で生徒たちの進路を決める教育システムを真面目に取り組もうとしていたんだからな。冗談にも程があるぜ。もしもミーが反対しなければあのシステムが採用されていたなんて考えただけでもエレファントするね。あ、ゾーッとするね。おや、高木。ヘイヘイヘイ、愛しのベイビー。どうしたんだな、泣いたりなんかしちゃって。いつもの君の笑顔はどこへ行ったのかな。笑顔は今の私には思い出せない遠い記憶となってしまいました。なぜ、どうして、怖い。よかったらその涙の訳を僕に聞かせてくれないか、ハーニー。それが分かったら、こんな人前で泣くような愚かな真似はいたしませんわ。それじゃあ理由もなく泣いているというのかい。先生、教えてください。どうして、どうして止めどもなく涙が出るのでしょう。止めどもなく。高木、まさかそうか、失恋したんだな。外見は大人に見えても心はまだ痛い気な少女のまま、そんなアンバランスな状態で恋することを覚え、そしてその破局を体験する。ティーネイジャーの君には過酷な試練かもしれないが、ここはグーパーじゃないぞ、グーとこらえるしかないんだ。いずれ時が解決してくれるのさ。先生、私失恋なんてしてませんことよ。この私が一方的に振られることなど絶対にありえません。ただいま恋愛の勝率は引き分けなしの全戦全勝なのですから。あ、そう。それじゃあ暮れゆく夕日を見つめ、乙女としての儚い思いが込み上げてセンティメンタルな気分にでもなっているのかい。今時そのような条件に感動するような女子高生が存在するとお思いですの。では心密かに憧れていた担任教師であるこの私に妻がいることを知って、あれ狂う嫉妬と不倫を恐れる理性とが激しい葛藤となって。はあ、それじゃ一体何が原因で。私はただ先ほどまで調理実習室でクッキングの補習をしていただけです。クッキング、お料理の補習授業。はい、我が高木家ではブレックファースト、ランチ、ディナーまで専属の一流シェフが行うために、私自ら料理することなどありえないことですもの。つい補習授業になってしまいまして。ん？高木、君が手にしているそれは何かね。え？これ？ああ、これはおそらく何かの球根かと。球根？おかしいとは思いません？庶民の料理にはこのような水栽培で育てるような球根を食する習慣があるのでしょうか。高木君、それは玉ねぎだろ。これが玉ねぎ。まあ初めて現物を見ましたわ。私が食するときにはいつも調理されて出てくるもので。君が流している涙の原因はその玉ねぎと違うのか。この玉ねぎが涙の原因。ああ、なんてオチなんだ。はい先生、この玉ねぎは先生に進呈しますわ。今晩の夕食にでもお使いください。あら、こりゃどうも。ほんじゃオニオンスライスにでもさせてもらおうかな。あら、いけない、涙のせいでマスカラとファンデーションも落ちてしまいましたわ。急いでメイクし直さないと。高木、高速ではな、化粧は禁止されて。それでは先生失礼いたします。はあ、ひふ、女子高生の清く美しい涙はどこへ行ったというのやら。